ダスティン・マイケル・アクリーは、アメリカ合衆国、ノースカロライナ州ウィンストン・セーラム出身の、プロ野球選手。現在は、フリーエージェント。メディアによっては、アックリーと表記される場合もある。父親のジョン・アクリーは、かつて、ボストン・レッドソックス参加のトリプル A 級ポータケットなどに所属していたプロ野球選手だったが、結局メジャーには昇格できずに、選手生活を終えている。 ノースカロライナ大学時代は3年連続で打率4割を記録し、通算打率は412と卓越したバットコントロールを誇った。大学入学時は遊撃手で、その後は中堅手へ転校したが、2008年のトミー・ジョン手術後、一類手へコンバートされた。2009年にはゴールデン・スパイク賞の最終選考まで残ったものの、スティーブン・ストラスバーグが受賞した。 2009年の MLB ドラフトでシアトルマリナーズから一巡目指名を受け5年750万ドルの契約を結ぶ2011年6月17日フィラデルフィアフィリーズ戦にて7番二塁手でメジャーデビューを果たす観客から大歓声を送られて立った第一打席では2ストライク後にピッチャー返しとなる中堅前安打を放ちメジャー初安打を記録 翌6月18日には、ドーフィリーズ戦で右翼へ、メジャー初本塁打を記録した。その後も安定して打ち続け、6月24日以降は5番打者を、務め、7月4日以降には3番打者に定着。不安視されていた2塁の守備も、無難にこなした。途中までは、打率3割前後を残していたが、徹底的なマークにあったことや、ハムストリングを痛めた影響などから、 シーズン終盤に失速し、打率273、出塁率348でシーズンを終えた。90試合の出場ながら三塁打を7本記録し、一郎の持つ新人最多三塁打8本の球団記録にあと1本まで迫った。シーズン終了後、マリナーズのチーム MVP に選出された。二千十二年は東京ドームで行われた。 オークランドアスレチックスとの開幕戦で同年のメジャーリーグ第1号と決勝打を放った。シーズンでは前年を大きく上回る153試合に出場したものの打率226、出塁率294と極度の不振に陥った。2013年出場試合数が減少して規定打席到達こそならなかったが打率は253まで上昇した。 守備面では、セカンドとセンターで、それぞれ50試合以上の守備につき、他に、左翼手や一塁手につく機会もあり、ユーティリティ選手として起用された。2014年、左翼手に固定されて起用され、2年ぶりに規定打席に到達した。しかし打率、250、出塁率、300のラインを下回り、低調だった。2015年7月30日、 ホセラミレス、ラモンフローレスとのトレードでニューヨークヤンキースに移籍した。マリナーズでは不審だったがヤンキース加入後は調子を上げ23試合で打率288.4本塁打11打点という内容だった。両チームでの合算成績は108試合で打率231であり2年連続に桁本塁打を放った。ヤンキースでは 固定ポジションを与えられたわけではなく、内外野の複数ポジションを守った。2016年は一類も守っている。2016年は、アーロン・ヒックスやロブレフ・スナイダーら若手のユーティリティ格が台頭したこともあって、出番を大幅に減らし、5月30日以降は、右肩の脱球で故障者リストに入ったため、メジャーデビュー以来ワーストの28試合の出場に終わった。打率は、 148で、長打はなく、上げた打点も4だった。守備成績は、一塁種の13試合で無失策、右翼種の9試合で無失策だった。11月18日に自由契約となった。2017年2月4日、ロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。4月5日に、 エンゼルス参加トリプル a チームのソルトレイクビーズに送られ、そのままメジャーに昇格することなく1年間プレーし、シーズン終了後の11月6日に自由契約となった。翌2018年もエンゼルスとマイナー契約を結び、ソルトレイクビーズでプレーした。2019年1月にフルスのシアトルマリナーズと契約合意し、1月24日にマイナー契約を結んだ。 しかしシーズン開幕前の3月12日に解雇された。ありがとうございます。